原音ティーダーン、今回も山内正弘さん、そして中川俊夫さんに、コメントいただきたいと思っております。進行役は私松尾です。どうぞよろしくお願いします。さて原音ティーダーン、没後30年ルトスワフスキ。ルトスワフスキはポーランドの作曲家、ピアニストです。1954年に管弦楽のための協奏曲で注目され、その後ヨーロッパ全土で活躍しました。1980年代以降の作品は交響曲、協奏曲など伝統的スタイルが中心ですが、一貫して音楽の持つエネルギーを制御し、クライマックスを築く処方を貫きました。実はね、私ももう本当に、心の底から敬愛している作曲家なんですけれどもね、山内さんからいきましょうか。はい、はいはい、私もとても好きな作曲家で、 今までね、他のお題でもたびたび名前とか曲を挙げてたような気がするんですけども、まず、一番好きなのはですね、管弦楽のための協奏曲ですね。これは例えばバルトークに同じ名前の曲があるんだけど、もしかするとバルトークのよりも好きかもしれないというぐらいで、だけどもそれほどあまりこう演奏されないのかななんていうのがね、ちょっと残念なんですけど、とってもその後の作風とは違うんですけれども、まあ、ある意味きちっと書けた古典的な風格もある名曲だと思いますね。でそこがいいなと思うのは、その結構現代作曲家ってその自分のスタイルが個性的なであることは必要だし、いいことなんですけど、あ、こういう曲も書ける人なんだよねっていうのでね、なんかすごく安心感があるって言い方なんですけどね、いきなりそのオリジナルの作曲じゃなくて、こういうのも書いた上でやがてその自分の作曲になっていくっていうところが素敵だなと思います。それで、あとは何か時挙げたのが管弦楽のための書ですね、リーブルですね。あとチェロ協奏曲なんかがものすごく私の中では大切な作品ですし、あと交響曲が4曲ありますけどね、そのどれもがそれぞれに好きですね。だから私的にはよくその例えば彼の作風の、その特に後半の部分でやはり音群的な作風とかその話で出ると思うんですけど、例えばリゲティやペンデレッキって話はよく出るんですけど、僕はそれと匹敵するか、場合によってはペンデレッキと入れ替えてもいいぐらいに持ってる人なんですけど意外とその並びでルトワフスキの名前があまり出てきにくいのはなぜかな、もっと評価されてもいいのになと彼が思っているぐらい好きな作曲家ですね。中川さんはいかがですか。古典とのつながり、影響を受けて抜け出してないっていう意味じゃないですよ。古典とつながりがあって、かつそこからすごく自由なっていう、今山内さんがおっしゃったことの意味で、リゲティとルトワフスキってこうね、入れ替えても私もいいと思うぐらいなんです。というのはどういうことかっていうと、今触れられた初期のオーケストラのコンチェルト、あれ大変しかも自由でありながら厳格でよくできてますよね。でまあ個人的な思い出もあるんですけど、あの曲にね、その高校の時に国立音楽大学のこう卒業された、国立音楽大学卒業されたクライネットのもう方が高校に教えに来てくださってたんですね。それでまあ音楽の教師をずっとやってくださってるんだけど、非常に仲良くなって、いろんな先輩、ちょっと何年か先輩として、人生の先輩としていろんなことを教えてくださったんだけど、その時にルトスワースキーはね、その現代音楽のことよく知らないけど、ルトスワースキーは知ってるんだというのね。で、じゃあ新しいやつ知ってるのかなと思ったら、そうじゃない。だけどオケコンがいいでしょうって言うんですよ。だからその現代音楽にめちゃくちゃ詳しい人じゃなかったので、でもその人にも現代音楽の特に特化してこうすごくファンで一生懸命なんか演奏してるって人じゃない人も印象に残ってる曲なわけですね。こうその演奏家の人で、ね、演奏家出身 でそれで僕もそれでその曲を教えてもらってね、こうなるほどな。だけど本当は僕はもうちょっと新しい時代のものも知っていたので、例えばアンリミショーの3つの詩、合唱がオーケストラの、まあ、例のマイクロポリフォニーの中で、そのテクスチャーの中でそれと別な合唱の掛け合いがね、こうアンリミショーの詩の掛け合いがこうすごくバイタルであったりする。要するにバイタリティですよね、一つ。その自由さとバイタリティで、マイクロ
ポリフォニーっていうとこう手法の方にこう意識がいく、聴いてる方も書く方も。だけど表現しているのは、その表現する手段としてはマイクロポリフォニーを非常にこう豊かに使って、まあ、選ばれてる音もすごく美しい。だけどやっぱり何か他に表現したいものがあると、イデーであったり何かその文学的な何て言うかエスプリであったりね、ちゃんと表現したいものがあるためにこう自分のその手法をもう磨き上げるとい う, こう非常に誠実な作曲家だったというふうに私は判断してます。で、まあ、アンリ・ミッションの3つの詩の他にカルテット、まあ、今チェロコンね、チェロコンというと山内さん出されたけど、その弦楽四重奏のまあ、変なちょっと変なとこが好きだって言われてもしょうがないんだけど、あれいきなりドドドドドドってそのチェーンのオクターブがね掛け合いで出てくるんですよね。でそれがね、まあすごく新鮮で私のこう金銭に触れたっていうところ、もちろんその他はもう左ページの左上から右上までバラバラなパートが渡されて、ここでフェルマータがあって、それでその縦の関係は要するにこうコントロールされていないで、それをバラバラなパート4が4つも集まってるっていうところがね、っていうか、まあ、前編割とそれで通されてるっていうのはすごい。それで持続が単調になったりしないで、全部計算されているように聞こえるのはやっぱり本当にこう音選びがすごいなと思いますね。そういう私にとってはちょっと脅威な作曲家という感じで、まあ古典とのつながりっていうのをさっき申し上げたけど、やっぱりまあそれは例えば最後のシンフォニーなんかもね、交響曲第4番なんかもそのいろんな過程を得て最終的にマイクロポリフォニーとその古典的なものとのこう統合を成し得たこう非常に優れた交響曲じゃないかなっていう気がしてますね。私にとってのルトスワフスキー作品との出会いはある意味私の作曲の人生を変えてくれたぐらいの事件で、これ実は1992年に実際にワルシャワでルトスワフスキーさんとお目にかかれた時の写真で、評論家の石田和志さんと一緒だったんですけど、これ国際現代音楽協会 ISM の1992年のワルシャワ大会の時に、私のピアノコンチェルト的な作品が演奏されたコンサートにたまたま来てくださっていて、お話をすることができて、もう本当にもう人生最高にもうこうワクワクした瞬間だったんですけれども、私にとってはやはり先ほど山内さんからもお話が上がりましたそのリーブルですね、もう作品との出会いが本当に衝撃でした。で曲はある意味そのクラシック音楽のその交響曲の伝統の極致にあるような曲という言い方もできると思うんですね。4楽章構成のがまだ残ってるじゃないですか。別にもうソナタ形式も何も使われてませんけれども、その要するにクラシック音楽のオーケストラ音楽の伝統のはるか延長上に厳然と輝く大傑作というような感じがするんですよね。でそこにはマイクロポリフォニーのもう部分的なトーンクラスターが散りばめられていたり、その管理された偶然性の塊の部分もあったりとかですね、でそのルトスワフスキー作品が素晴らしいのは、その当時前衛の嵐が吹き荒れていた潮流の中で単に実験に終わってなくて、その音楽として作品としての完成度を突き詰めた結果、非常にその厳しい視点で自分の作品を見つめて世に問うていたんじゃないかって気がするんですね。で多分そういうところがですね、作品の外見上の派手さが削ぎ落とされるわけですね。なもんではあまり話題にならなかったかもしれないけど、実は作品として極めて質の高いものをたくさん残された作曲家じゃないかなっていう気がするんですね。でその背景にはやっぱり絶妙な国にお生まれになったってことがあると思うんですね。ポーランドというところで鉄のカーテンがあった時代には東の国だったわけで、ルトスワフスキーのその若い頃の作品は言ってみればまだ社会主義レアリズム下にあったわけで、ですからオーケストラの協奏曲も
そのいわばまだその制約にあったからこそああいう作品になったんじゃないかっていう気がしないでもないんですね。でそれがだんだんその多分ポーランドっていうのは非常にうまくその西側にも、窓口を開いて、あの東ヨーロッパ諸国の中では最も前衛的な音楽に早く近づいた国だったので、そういう中であの交響曲3番4番とかリーブルのような作品がを書けるような環境になったということだったので、そこがあのずっとソ連の中にいなければならなかったショスタコービッチとは違ったんだろうなという気もするわけですよね。ですから本当にあの、まあ、私にとっては未だにそのルトスワフスキー作品、特にリーブルのスコアというのは私にとってバイブルなんですけれども、どうでもいいことなんですけど、結構作曲家って写真とか見るとね、あこの人屈折した人だなと思うように認識してることが多いんだけど、ルトスキーはあのなんか素敵ですよね。なんかどっかの大統領みたいな、ね、そうなんかね神々しいの、屈折したとかいうのなんだけどなんかね神々しく穏やかで神々しくてね、なんあのねその1992年の ISM のワルシャワ大会のねオープニングセレモニーで挨拶に登場されたんですけどね、なんかこう小柄な方なんだけどもなんかねもう五光が差してるようなオーラがあってね、どっかの国の国王とかで大統領とかで信じちゃうような感じですよ、ね、そうほんとねそんな感じの安定しててね、しかもいい意味でいい意味でさ安定してらして、なんかでも曲は、まあ、強靭というかね、先ほどあのバイタリティって話があったけど、要するになんかドラマトリギーがすごく作るのがうまいなって感じ、そうまあ、明確な、うんそれでは、今日 のお話はこの辺でお開きにしたいと思いますけども、また、いろいろな作曲家をテーマに取り上げていくということもねできると思いますので、この作曲家に注目をしてほしいなんてことがありましたら、またお便りをお寄せいただければと思います。